過去や未来のことに思い悩み、自分を苦しめている人たちにこう伝えたい。四六時中も好きと言って、夢の中へ連れて行って、いつもありがとうございます。ようこそアトリエ夢。プレゼンター身長は高いですが、高所は低いラファエルことだけうちラファエル清津です。以前ですね、ライブ配信をしていて、夏メロと言ったらなんだっていう話になって、視聴者の皆さんの中にも自分の中のお気に入りの夏メロと言ったらこれだっていう一曲があると思うんですよ。じゃあラファエルのお気に入りの夏メロはなんだっていう話になるとですね、ディズニーだったらボンファイアだし、今だったらワニマとかも好きなんですが、思い出っていう価値を乗せるとサザンオールスターズなんですよ。昭和と平成を生きた人からすると確かにと共感してくれると思うんですが、夏と言ったらサザンですね。夏を感じたい人におすすめの3選が、波乗り上人に津波に真夏の果実。めちゃくちゃ時代を感じるとは思うんですが、どれもこれも名曲なので、夏をじっくり味わいたい方にはおすすめです。見つめ合うとすんな。ということで、暑い夏にディズニーの魔法をかけてエンジンをかけていきましょう。クイズ D お互いダメ。古代神の石像の発掘現場を駆け抜ける360度のループコースターレイジングスピリッツ。この遺跡では水の神と火の神、2つの神が登場しますが、それぞれの神の名前をお答えください。ぐるっと一回転が爽快なレイジングスピリッツ、みんな大好きですよね。バックグラウンドストーリーではこの火の神と水の神の存在が絶対に欠かすことができないんですが、なんという名前でしたでしょうか。正解は水の神アクトゥリクトゥリと火の神イクチュラコアトルでした。火の神と水の神の遺跡で、調査団が誤った遺跡の修復をしてしまって災いが起こってしまったというバックグラウンドストーリーがありましたね。レイジングも非常に深いです。アカウント名オシワボニー全般です。素敵なクイズをありがとうございます。とても面白かったです。そして今日のプレゼンがプロメテウス火山ですね。プロメテウス火山を取り囲むテーマポートにミステリアスアイランドメディテレニアハワポートディスカバリーとあるんですが、このテーマポートからある伏線が浮かび上がったので今夜プレゼンさせていただきます。それでは早速。火山、溶岩、未来、ここは今からプレゼンです。行きましょう。通り過ぎゆくラバラは、ディズニーシーのシンボル的存在プロメテウス火山。まずプロメテウス火山の概要をプレゼンさせていただくと、高さは51メートルで東京ディズニーランドシンデレラ城の高さと同じ高さで、ディズニーシーではタワーオブテラーについて2番目の高さを誇ります。モデルとなった火山はイタリアのベスビオ山。プロメテウスの名前の由来はギリシャ神話に登場する火の神プロメテウス。雷の神ゼウスの反対を押し切って天界から火を盗み、人類に火を分け与えたことで知られています。そんな深い意味と高さを誇るプロメテウス火山なんですが、この火山はテーマポートから見る景色によって姿形や変貌がガラリと変わることはご存知でしょうか。まずこちらがミステリアスアイランドから見たプロメテウス火山です。山の表面はゴツゴツしていて、岩肌はむき出し、火口から溶岩がダラダラと流れた痕跡がしっかりあります。さらに山の麓には溶岩が飛んでくるのを防ぐための防護ネットがびっちりあり、そのネットには溶岩が飛んできた痕跡もあります。落石注意です。そして中央の湖カルデラ湖では間欠泉が勢いよくバーンと吹き上がり、今でも火山活動が活発に行われている証拠です。そんな火山活動著しくデンジャラスなミステリアスアイランドなんですが、一方アメリカンウォーターフロントから見たプロメテウス火山はどんな景色なのか。こんな感じ。目の前の赤い橋がハドソンリバーブリッジで、この奥がケープコッドですね。
プロメテウス火山をご覧いただくと、ところどころわさわさと緑が生い茂っていて、全体的に穏やかな雰囲気なんですよ。どこかさっきの活火山から時間の流れを感じ、それもそのはず。ミステリアスアイランドの時代背景が、作家ジュール・ベルヌの小説1870年代、アメリカンウォーターフロントの舞台は1900年代前半のニューヨークという時代です。約30年以上の時間が経過し、火山活動が穏やかになり、緑が増えつつあることが考察できます。ではアメリカンウォーターフロントから100年先の未来を行くレトロフューチャーとの戦い、ポートディスカバリーから見た景色はどんな景色が広がっているのか。こうなります。もう同じプロメテウス火山とは思えないですね。さっきのゴツゴツとした岩肌に比べて全体的に丸々としていて、緑がもっさりと生い茂り、全体的に白っぽい色をしています。そして一番大きな違いは音です。ネオ船長のミステリアスアイランドではグラグラ、ゴゴといった火山活動の音が聞こえて、噴火とともに地熱発電の電力供給が不安定になり、電球がチカチカと点滅する活発な火山活動が見られます。しかしポートディスカバリーはポート全体が穏やかで、噴火の音はほとんど聞こえず、火山活動が終わった死火山のようです。なぜここまで異なるテーマポートでプロメテウス火山の姿が変わってしまったのか、空白の100年に一体何が起こったのか。ポイントはポートディスカバリーイコールレトロフューチャー、架空の未来都市という点です。かつてこのテーマポートにはストームライダーというアトラクションがありました。ストームライダーは接近する巨大な台風ストームをバシッと消滅させるために、気象コントロールセンターが開発したストームディフューザーを打ち込んでストームを消滅させるというストーリー。この気象コントロールセンター、ザ・センター・フォー・ウェザー・コントロール、通称 CWC は、台風の消滅だけではなく気象や自然現象に関する研究も行っていました。そこで考えられるのが、 CWC は研究の中でプロメテウス火山の火山活動をコントロールできるようになったのではないかという考察です。巨大な台風を消滅させるほどの未来の技術があれば可能だと考えられます。そしてこの考察に加えて、もう一つ浮上してくる組織がソシエティオブエクスプローランズ&アドベンチャー、通称 SEA、 探検家と冒険家の学会です。かの有名な万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチや東方見聞録のマルコ・ポーロ、ソアリンの艦長カブリア・ファルコに、タワー・オブ・テラーのハイタワー3世も在籍していました。SEA が火山の拠点としているのがメディテレニアンハーバーにある要塞フォートレスエクスプロレーション。ここではウォークスルータイプのプログラムがたびたび行われています。それが皆さんご存知、ザ・レオナルドチャレンジ。このレオナルドチャレンジがどんなプログラムかというと、地図に書かれた謎を解いて大航海時代のフォートレスを拠点として活躍した探検家冒険家学会 SEA のメンバーを目指すプログラム。ざっくりとまとめると、要塞を舞台にした謎解きゲームです。そしてこの謎解きプログラムの最終目的が、プロメテウス火山が噴火し溶岩が流れ出るのを未然に防ぐために、 SEA の精鋭たちが作り出した溶岩コントロールステーションを探し出すというゴール設定です。この装置が溶岩コントロールステーションなんですが、これはプロメテウス火山の噴火を未然に防ぐための装置です。ここで新たな考察なんですが、 SEA が生み出した技術、溶岩コントロールステーションの技術がポートディスカバリーに受け継がれて、未来都市ではプロメテウス火山の活火山をコントロールできるようになったのではないかという考察です。真ん中の山、火山を軸に時を超え場所を変え時代を超えて技術や夢、進歩が脈々と受け継がれていったら、それは素晴らしい話ですよね。夢は次世代につなげましょう、プリンセス。それではごきげんよう。技術も環境も全ては過ぎ去り、全ては移り変わります。過去や未来のことに思い悩み、自分を苦しめている人たちにこう伝えたい。今のことだけ考えろ。素敵な夢を。